どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、やっていきましょうということで、コラボ関連で俺にリーク情報を持ってこないでということになります。はい、で、このコラボ関連で俺にリーク情報を持ってこないでって、今のところコラボ関連ではないんですが、別の NPO 法人とか別のなんか NPO の団体とかのリーク情報なのか何なのか知らないですけど、いうふうなのを持ってくる方いらっしゃるんですけど、持ってこられても何もできません。はい、私そんな力ないです。はい。いうことになるので、持ってこられても何もできませんということになりますんで、無理です。これ普通にやる意思もないし、やる能力もないです。はい。やる意思もないですし、やる能力もないです。はっきり。わかりますか？大丈夫ですか？はい。ということになるので、私個人が要するに攻撃を受ける、何らかの団体から攻撃を受けるってなれば、それこそですね、全力で要するにやりますし、YouTube でバン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 流しまくったりとか、 Twitter でもトレンドでもガン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 流しまくって要するにやるっていう戦い方の戦術は私はやります。私はやります。自分の力だけでは勝てないの分かってるんで、やられたら最後要するにガンガンいきますけど、持ってこられても私は何もしませんよ。だってその団体から攻撃されたわけじゃないの。その団体が今直接的に何か問題が起こってるかどうかも分かんないじゃん。だから正しいか間違ってるかの判断ができないでしょって話。はい、ということなんで、持ってこられても何もできません。はい、一切喋らないので、はい、他の人に当たってくださいなんかやってくれそうな人にお願いしてください。僕はやらないです。はっきり言うんです。僕はやらないです。はい、ということになります。で、まずなんでやらないかっていうことをちゃんと順を追って説明しますが、世の中には順序っていうのがあるわけです。で、世の中には順序っていうのがあります。私が要するにみんなと要するに話していきたいのは、今東京都が置かれている状況がこうだよね、厚生労働省が置かれている状況がこうだよね、で NPO が置かれている状況がこうかもしれない、警察官がこんなに動かないのかもしれない、こういうことなんです。こういうことだったとしたら、いいですか、これを見てくれている要するに子どもたち、今から将来ある子どもたち、もしくはそれを、教えている保護者の人たち、君たちが東京都を要するに変えていかなあかんねって、君たちが NPO を作るんやったら NPO を作って変えていかなあかんよねって、君たちが警察官になって警察官として変えていかなあかんよねって、そういうことを要するに子どもたちが、要するに将来の子どもたちがどん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 要するに出来上がっていくよねって言って、世の中全体が良くなっていけばいいなっていうのが目標です。それが目標なんです。それが目標なんやから、どこかの団体が要するに悪いことしてますよっていう、それを僕が倒すっていう権限は一体どこにあるんですか。僕が要するにそのひまそらさんみたいに要するにこれを許せないと思って行動を動かしたんだったら分かる。それを動くんやったら分かる。俺はその考え方はないんで、この団体を要するにメス入れなきゃいけないのは俺じゃないところの第三者よねって考えます。そう、公機関が要するに動かなきゃいけないよね、公機関がお仕事してないんだったら公機関ぶん殴らなあかんよねっていう、そういうこと。でそれでも治らないんだったら要するにもう次の世代の要するに人間が頑張るしかないよねっていう話。俺もそれに対して要するにこういうふうにやっていかなあかんねんよっていうか、こういうことやるんだよとかいうことをちゃんとやってきますよ。現状はこうっていうのは認識せなあかんます。現状認識せなあかん。はい。ということになるんで、それと同時にですね、今コラボやってるんですよ。でしょ？で、ひまそらさんがやるっていうのは他の3団体までで終了でしょ、一応。違った？それで俺の中では終了なんだなっていうふうに見てるんですけど、コラボと他の3団体が中心になって、まあ東京都とか厚生労働省とかもですね、かかってくるとは思うけど、ここで終了でしょって話。で、俺らのゴールっていうのは、コラボや他の3団体見て、東京都や厚生労働省がどういうふうな動きで、どういうふうな感じでなってんのかっていうのを見ときましょうねって話なんです。僕らのゴールはここねって話。で、これが要するになかった場合に関して直しましょうねっていうふうな話じゃないですか。だから選挙とか、要するにそんなもろもろで、法的な手続きにのっとって、民主主義のルールにのっとってちゃんとやっていかなあかんでしょって話です。でしょって話。それをちゃんと見ていきましょうねって話です。ただ、それで民意が、例えば男女共同参画は素晴らしいんだって、この状況で何かもし、闇っていうのが闇がバーって出てきたとしても、それ男女共同参画をやるべきなんだって国民がみんな思うんやったら、俺も何も思わない。そう、なんかそうやっときやって。俺真面目な話やの、別の国に行くこと考える。はい。ということで、2つ目ということになるんですけど、当チャンネルは視聴者のおかげで成り立ってます。はい。したがって、私に何かを解析してくださいと言われても、できません。はい。というのは、私はいつもこのチャンネルをみんなと一緒に要するにやってきたっていうイメージがあるんです。
子さんの時からそうなんですけど、そのコロナウイルスが発生しましたって時もそうだし、ウクライナの時もそうだし、で大統領選の時だってそうだし、まあそのいろんな要するに社会で要するに何らかの事象が起こった時ありましたね。サル痘とか、まああれは気にしすぎだったっていうのもありますけど、そういうけどもそのいろんなこう社会の事象で、あ、これまずい事象が起こったかもしれんなと、これ大変なことが起こったかもしれんぞっていう風な感じになった時に、まず僕はみんなと一緒にやってきたんですよ。これ今こうこうこうでこうなってんけど、俺が考えた結果こういう風な感じになってるんやけど、これほんまにやばないか、なんか情報持ってるやつおらんかっていう風になってんですよ。その時に要はその視聴者のみんなから、松井さんしんどいとは思うんですけど、もう言った方がええかもしんないっすよって言うんで、そういう風なやり取りがあった中でやってきたわけね。それは嘘つきとか言われましたよ。それは嘘つきとか危険を煽りすぎてるとか、チャンネル登録バンされかけてるにもかかわらず、ほんとむちゃくちゃ言うよねと思うけどそれだって黄色マークバーつくからなはい、っていうような状態でやってたんやけども、まあそれでもやってきて、でまあみんな見捨てずに、要するに僕のことを見捨てないで変なこと言ってるなっていうことじゃなくて、まあ、やってたんですよ。ただまあその結果、まあ要するにうまくいった時は、うまくいったって言っても社会は良くないんだけどね、だってなった時は要はそのいろいろあったんだけど、そうやってこうみんなでやってきたんですよ。でその時に俺はウイルスの専門家でもないやん、建設の専門家でもないんですよ、ダムの専門家でもなければ、その農業の専門家でもないんですよ。ただただ塾の先生だけなんですよ。その時に要は視聴者のみんなが、俺ちょっと農業のことは専門なんで分かりますって言って、こうこうこうでこうだよというふうな話なんで、この動きはおかしいとか、そういうふうなことをおっしゃってもらったんですね。それで俺成り立ってんのつまり俺の戦闘力ゼロに近い、俺の戦闘力はゼロに近い。だから視聴者のみんなで、これこんな情報あるんやけど、これってみんなどうなんて聞きました、聞きました。で視聴者からバックがありました。でバックがあって初めて、あ、これはどうやらこのぐらいの精度らしいぞっていうことが分かるということです。いいですか、はい、ということになるんで、当チャンネルは視聴者のおかげで成り立っているということですね。はい、だ聞く人聞かない人っていうのはちゃんと選別したりとか、これは聞いた方がいいなとかいうのはその分かったりはしてるんで、ある程度そのおかげでまあ成り立って、まあ、その聞く力はまあある、ね、岸田総理みたいですね、聞く力みたいなね、はい、いうことになります。はい、で3つ目ということなんですけど、すみません、その NPO 法人どこの法人ですか。一般財団法人とかなんかいろんなの出てくるんですけど、その数字取れないネタやってどうすんの、そんな法人知らないんですけどみたいな、どこみたいなその今コラボが盛り上がってんねんな、コラボの話盛り上がってんね、なんで俺 YouTube で全然数字取れないところの法人の闇を暴かなあかんの、アホアホ、その数字取れない法人で問題があるっていうのは、それは保守論客の人がやらなあかんし、政治家の方がやらなあかん話でしょ、各都道府県の話とか、これとあるんですけどって、この要するに NPO 法人のはこうですと、これちょっと怪しいと思うんですけどとか、でこれ調べて、あ、この法人は大丈夫でしたとかっていう作業は行政の仕事でしょ、そうでしょ、はい、で数字取れないネタやってどうすんのっていう話です。数字取れないネタやって盛り上がってみんな見てくれるんやったら俺もやるかもしれんけど、それの要するに審議も取れないじゃないですか。でたまたま今ひまそらあかねさんが公開されてる情報とか誰が取れても同じような情報が出るっていうんで、嘘だって分かったら誰かが、あ、これ嘘だよっていうふうにツッコミができる情報だから、みんなで検証ができるわけなんです。うちのチャンネルでも、チャンネルでも検証作業ができるんです。つまり検証できない数字とか検証されないっていうことに関してはできないよって話です。はい、そして4つ目ということになるんですけど、これね、はっきり言わせてもらうんですけどね、自分でやってください。それに関しては自分でやってください。で自分でやってこういう団体がこういうふうな不正やってますぞっていうんで、ある程度ツイッターのトレンドに上げてください。トレンドに上がってきたら、この話の情報は真実か嘘か分からんけど、まあ真実っぽいなとか、これは取り上げた方がいいなって私が判断したんであれば、それは動画で言います。それは動画で言います。ただ何もなく、要するにこれやってくださいって言って やるわけないでしょ、なんぼどうでも自分でやってくださいってなんで俺リスクだけねん、ハイリスクローリターンやねんって、そうでしょ普通に考えてみ、数字取れるかどうか分からねえんだ、これやってくださいって、俺訴訟リスク抱えて、真面目にやってる NPO 法人をぶっ潰してしまうかもしれないって、どんな30億円ありえないでしょ、もうちょっと考えてくださいって、はい、
ということなので、こちらというですね、コラボ関連で俺にリーク情報を持ってこないでねっていう話ですね。はい。ダイレクトメールとか超うぜえんで、はい。そういうリーク情報とか持ってこないでねって、はい、鬱陶しいですって。はっきり言いますけど、リーク情報とか、どうでもいい情報持ってこられても困るんで、はい。いうことなんで、まず自分でやろう、みんな。みんな本当自分でやろう。そう、だから他人に何かを任せるっていうこと自体が、そもそも要するに、皆さんは無責任やから。自分がこの NPO 法人がおかしいって気づいたでしょ。おかしいって気づいたよ。自分でやらな。俺、その NPO 法人なんて、北から南から全部知ってるわけないやん。そうやろって、自分がこれおかしいんちゃうかって気づいたんやったら自分でやっぱ掘らない、ね、自分で掘ってこれおかしいっすよねって言って要するに投げるとかそのツイッターで要するにオープンで発信するとかそういうふうにしないとね意味ないでしょって話です。はい。でそれでツイッターでそれは別に普通ですよっていうふうに言われたんやったらああそうかよかったよかったって話でいいと思うしそれに関して発言するんやったら訴えられるリスクっても自分で追わなきゃいけないと思うんでね私はね。はい。よろしいでしょうか。はい。ということでね。はい。よろしいでしょうか。で、何回も言ってる通り、私、弁当食ってる係なんで。この商法って今、こうでこうやんって言って、そう。だから、みんなが争ってる間、俺んところのチャンネルは、これってやばないかって言うんで、うちわで盛り上がってるだけやからな。YouTube ってもともとうちわで盛り上がるところだけやからな。だから、うちわで、これやばないっていう。これやられると最悪国家転覆するぞとか、そういうことですよ。俺らは要するに結構考えてるのは、俺らもそうじゃないっていう仲間もいるかもしれないけど、最悪国ひっくり返ったらまずいよねっていうところからスタートしてるから、そういうのも要するに準備体制としてはちゃんとやって、それでまあ強固に要するに仲間意識取ってるますよっていうのはありますけど、ね、強固な仲間意識はないですけど、適当な仲間意識でやってきましたよということです。よろしいでしょうか。はい。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。本当にコラボ関連で、関連じゃなくても関連でも、俺にリーク情報は持ってこないようにと。ということになります。